ピンクの玉がついた怪しいペンダントトップ。持ってみたら意外と小さいのに重い。しかも刻印はなんと K18。 この素材は一体何なのか、そしていくらで売れるのか、これはキャバクラ豪遊か。ジャンクな動画を最後まで見てください。どうもジャンク講談ラボです。本日はヤフオクの山の中から発掘したこのピンクの玉がついたペンダントトップです。この動画でわかることは、怪しいピンクの玉のペンダントトップ、これについてる金属の素材は何なのか、そして一体いくらで売れるのかです。こちらのペンダント、なぜか可動部分が根元についており、このように動きます。なんでですかね。このあとすごい重いんですよね。手に持って私すぐ重いなと思ったんですけども、なんでこれこんな重いんですか。首に下げてたら重いじゃないですか。ということで重さを測ってみます。88.31。 重さよ、増えろ。8.32 ぐらいです。 0.01 ぐらい増えました。結構重いですね。 8.38グラムもあったらですね、キャバクラ2回ぐらいいけるかもしれないですね。結構重いですね。ではスマホのマクロレンズでよーく拡大していきましょう。はい、色はかなりキラキラの色なんですが、なぜかですね黒く変色してる部分があってですね、ちょっとなんか嫌な感じですね。前のメッキの製品についてた腐食をさらに激しくしたような状態になってます。ただその他の部分はですねかなり明るい金色で、全体的には雑な工場のように見えるんですが、ちょっとこれはよくわからないですね。ピンクのこの玉がもう意味わかんないですね。なんでできてるかも全く想像つきません。縦にして見てみると分かるんですけれども、何かこのトグロを巻いたような、そんな手作り感満載の作りですね。ただそのところから見てもですね、さっき言いました黒くなってしまっているところがとても目立っています。なんでこれが黒くなるのか、いや金だったら黒くならないんじゃないかなと、思うんですけれども、表面のこの凸凹だったり、何ですかね、こういう加工なんでしょうか、ちょっとわからないんですけれども、なんとなく海外製品のような感じはしますね。ただですね、この稼働する部分がついてるっていうところはまたよくわからないポイントです。あと手に持った感じのこの重さですね、まあ、8g もありますから結構重いんですけれども、肝心のこのピンクの玉が重いだけなのか、それとも金属のパーツの方が重いのか、この辺が大事なと。はい、刻印出ました。刻印がですね、なんと K18 18金の刻印がついております。いやーなんかこの、これ18金だったらですね結構いきそうなんですけどね、値段が 8g、 まあ、あとは石次第なんでしょうけど、ではベニヤ板を取り出して、この板の上にいつも使っているコーヒーの、あの特徴としては耐熱ガラスなので、まあ、こういうお湯を注ぐような作業の時にとても扱いやすいです。ではこの中にペンダントトップを入れます。そして熱いお湯を注いでしばらく待ちます。
これはですね、こういった玉はだいたい爪で止まってるとかではなくて接着剤で止まってることがほとんどです。なのでお湯で温めて接着剤を緩めてから取る、前に真珠を取り外す動画をやったんですけれども、その時と同じような作業になります。はい、そろそろ温まったかなというところなので取り出してみました。ポットは危ないのでさっさと片付けます。ですね、これ先端のパーツとピンクの玉を分離する、作業をやっていきます。とりあえずですね、このやっとこで掴んで動くのか試してみるんですけど、やっぱちょっと熱いですね、まだね。熱くてちょっと持ってるのが辛い感じです。で全然動かないですね。はい、ピンクの玉を直接掴んで回してみますが、なかなか緩みません。このピンクの玉を、外すときに傷をつけないように一応ですね、ゴムの手袋の先端を切ったものを巻いて、それからペンチで掴んで挟んで外します。がっちりついてる感じです。ということは結構このピンクの玉々が重いかもしれないですね。あ、これでやっと取れました。いや、結構大変でしたね。この取れたパーツがなんか鈴みたいになってますね。結構接着剤がまだ残ってますね、中に。これをスクラップで考えた時は取り除かないといけません。これを除去する作業をちょっとやってから検証します。当てに持った感触がですね、最初の時よりもだいぶ軽くなっちゃいましたね。ピンクの玉が重いかもしれませんね。構造的に内側に接着剤がついているので、これはとても取りづらい作業ですね。あ、やっとだいたい取ることができました。結構ついてましたね。結構ついてましたね。で、このピンクの玉がですね、やっぱり結構重いですね、手に持った感じなんですけど。なので、重量としてはだいぶ減ってしまったんではないかなと思われます。ではサイズ感の方の確認をしてみます。ノギスでだいたい見たところのサイズですね。小さなものではあるんですが、だいたい全長2センチぐらいかな。玉の方が 1.3 ぐらいですね。では肝心の重さを測ってみます。金色の金属パーツが、あー、 3.91 まで減っちゃいました。元は 8g あったんですけどね、半分以下ですね。ピンクの玉が、あー、 4.38 ですね。あー、金属パーツより重いですね。この重さがネックになってますね。なので完成品の状態でパーツも含めて重さを測ったときに、この評価ですね、金額を出すときにこの辺が重要なポイントになります。はい、石含めた重さだということを考えた上で考えないと、全体の重さから結果として取れる金属の重さがとても少ないという結果になりかねないという一つのいい例でした。の玉をちょっとよく見てみます。拡大してみるとですね、ちょうどこの穴の開いた部分を見るとわかるんですけども、素材の色、それから表面の構造が全て均一のように見えます。なので、天然石というよりは模造石とか人工的なもの、大理石みたいなやつなんじゃないかなと思います。一応ですね、重かったんで、ネオジム磁石を使って磁性をチェックしてみますね。はい、一応磁石つくっていうことはないので、磁性はないようです。金属のパーツの方もですね、磁性ないようなので、この辺は大丈夫そうです。
では、今度は USB 顕微鏡ですね。顕微鏡でさらに拡大して検査をしていきます。このパソコンで画像をキャプチャーすることができるので、よく拡大して検査してみますね。表面はやっぱりかなり粗い感じで、もう素材がそのまんまなんか出てる元は鋳物のパーツを加工したのかな、ちょっとよくわからないんですけど、もうザラザラな感じですね。気になるのは黒っぽくなってるところです。さっきのピンクの玉なんですけれども、顕微鏡で見てより鮮明にですね、この素材の均一さ、滑らかさが出てます。まあ天然由来のものではないんでしょうね。はい、この穴開いた部分見るのは真珠なんかでよくやることです。みんなね、この真珠ということで、実際にですね、試金石を使って破壊検査の方にですね移行します。まずはこの板にですね、素材をこすってみて、その削り跡を確認します。この削ってる感触はいいですね。結構柔らかい感じで、削りやすい感じです。ここで、はい、削り跡とっても綺麗に乗ってます。色も悪くないですね。ただ気になるのは、素材の表面の色と、違う感じがするってことですね。はい、ではテスターをつけて確認してみます。テスターの方も消えることなくてね、良い結果が出ました。これは金である可能性が非常に高く、本体の方にも念のため直接つけてみます。本体の方も特に何か反応が出るわけでなくですね、問題がありません。なんですけれども、私は過去にですね、何度も厚いメッキ層ですとか金張りですとか、いろんなの見てきてますので、このままでは確定的にですね判断することはできかねます。なのでボルトクリッパーですね、このでっかいカッターで切ってみて、中の素材を確認します。かなり硬そうなので、この一番大きいやつで切っていきます。これがですね、意外と切れませんね。で、小さなペンチでもう一度刃を当ててみてですね、何度も、曲げるような感じでやっていくと、やっと切れました。切れたっていうか、なんか分離した感じですけど。では、切断面の方法ですね、見ていきます。やっぱりですね、これ切断面の色とですね、表面の色違いますね。明らかに色が違います。ちょっと心配になったので、切断面にも直接ですねテスターをつけて反応を見ます。ここでですね、青いとか緑が泡を吹くようですと、ダメということになってしまうんですが、どうでしょうか。よかったですね、何も、反応ないです。これで金である可能性が非常に高まりました。はい、ではですね、ここから先はですね、問題は品位なんですね。18金であれば、いいんですけれども、ちょっとですね、やっぱり怪しい作りなので、刻印はあるけれどもちょっとわからない。なので比重を測りたいんですけれども、構造的にですね、これこのまま沈めると、水の中で気泡が残ったりしてしまうので、叩いてですね加工して、なるべく気泡が中に入らないような構造になるまで成形していきます。万力の上でハンマーで叩いてですね成形します。はい、ですね、叩いたことによって中の、変形した素材がよく見えるようになりましたね。中とっても綺麗な金をしてますが、やっぱりですね、外側とは全然色違いますね。明らかに
色が違う。これ多分メッキをかけてますね。では早速ですね、比重を測っていきたいと思います。比重がだいたいですね 14.53 から15.75 です。18金の場合はだいたい15ぐらいあるんですけど、まあいい感じですね。で一応ですね、ピンクの玉の方も測ってみようかなと思ったんですけれども、これがですね、持った感じに対して意外と4個物の比重では高めなので、まあコランダムの4とかに近いんですけど、全然そういった見た目ではないので、まあ、何かはよく分かんないですね。変な重たい玉ですね。では最後にこのパーツがですね、一体いくらになるのか、無再生確認を測ってですね、査定結果を出していきたいと思います。重さは48,500円。結構いきましたね。これは 1.5 キャバクラぐらいありますね。うわぁ、このような小さなですねパーツが48,500円もする恐ろしい事態になりました。ではピンクの玉とはいくらなんでしょうか。重さが転がって測れません。もうこんなのどうでもいいわ。今後もこんな感じのですね、まあ、なるべく小さくてそれでいて高いものをですね検証していきたいと思います。もしですねこの動画が良かったと思ったら、チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。